おはようございます、一ノ瀬はじめです。今日は月曜日ですけど祝日、まあちょっとね過ぎたね。それでは朝ごはん食べていきたいと思います。今日からドリキンさんからいただいたエコースポットで行きますよ。それでは今日の名古屋の天気は、愛知県名古屋市では9月23日月曜日12時まで強風注意報が発令されています。現在は曇りで気温は摂氏28度です。今日は曇りで時々雨が降る可能性があります。予想最高気温は32度、予想最低気温は20度です。台風来てるからね、なんか強風注意報やべえな。今日出かけようと思ったんだけど、どうしようかな。今朝の朝食は昨日ちょっと食べきれなかったスンドゥブが余ってるので、こいつを平らげたいと思います。今朝のメイン食材は白菜の漬物と母ちゃんの味噌汁、ネギなし、シンプルでいい、シンプルイズベスト、ベストベストなのか。いただきます。じゃあじゃあめっちゃ風強い今日ね。今日びっくりした。あ、家が揺れてる。ちょっと家古いし揺れてるって。はい。今日は晴れて、ちょっとねレンゲージのお疲れさんがいるね松浦コーヒーのオフ会があるので、そっちに行こうと思ったけど風が強くてね、仕事トラブりまくってちょっと行くことができそうにありません。それではお仕事戻ります。お昼になりました。お帰りなさい。はい、ただいまお仕事、一旦休憩して母ちゃんが茹でてくれたおそうめんいただきます。はい、行きますよ。はい、はい、夏の日々ご飯といえばそうめんですよ。もう秋だよ。行った。はい、食事終わって、お仕事戻るんですが、雲すごいけど向こうの方にはちゃんと青空見えてんだよね。どうなんだろうなこれ。なんかね、今お袋がちょっと今この現在台風が最近ねめっちゃ来てるんで、この充電できる、ライト、ハロゲンライトを使いたいということで充電してたそうなんですが、全く充電できてないのか、全然電源を押してもねつかないので、ちょっとテストしてみたいと思います。テストで使うのはこの、吉田芳生さんがね、ツイートしてて、めっちゃ1000円で売ってたかな、これをね使ってみたいと思います。これ全く充電されてないね。こいつだけ熱持ってんだけど、これなんだ、全然操作とか、これ初めて使うのでちょっと分かんないんだけど、もうゼロだな、充電されてないぞ。やっぱダメかな。はい、お仕事終わりました。めっちゃ風強いな。夕日がめっちゃ綺麗に見えてるけど風がすごいです。まあいいや、涼しいな。でもな、とりあえずじゃあ晩ご飯行きましょう。はいはい、鼻を当ててつないで、今日の晩ご飯はスシローさんにやってきました。なんかね久しぶりにお寿司食べる気がする。いつもね寿司屋行っても飲んでばっかりだからね、ちゃんと食べたいと思います。お母さん先行って席取ってるよ。はい、花が寝起きで機嫌悪いですが店内入ってきました。やっぱり最初はマグロだよね。それではいただきます。母ちゃんがすでに俺たち来るまでにだいぶ頼んでたね。ウェルカムフードだって、ウェルカムフードだから。そんなのあるか。しかもなんかこれ抹茶、ほうじ茶、ほうじ茶パフェまで頼んで、ウェルカムデザート、そんなのあるか。僕が一番好きかもしれないカニカマ天ぷらいただきます。なんか前より小さくなったな。あら、そうやって庶民をいた、あ、いたらしめて、何ていうか分かんない、炒めつけてはいない。子供たちが耐えきれず、ご飯終了前にデザート。しかも何これ、追いキノコなんてあるのこれ。箸休めだよ、箸休め、休むんじゃねえよ、一気にいけ。
僕の締めはなんかここで絞ってるらしいモンブラン、中身が何かがわからないね。じゃあいただきます。はい、食事終わって出てきました。この外真っ暗、結構いったね。スシローで7000円超えました。びっくり。それでは帰りましょう。車に乗り込みました。母ちゃんがめっちゃショックを受けております。母ちゃんは食べてません。食べたやろ。2皿です。嘘こけ。なんであんな値段するのかな。食ったから。パフェ3つも食ったやろ。あれはサービスだったの。サービスだからか。なんで7000円したんだろう。パフェ食ったから。キャンペーンのあれで300円もするもんね、あれ1皿ね。うん、それが6枚あったね。1800円それだけで。怖い怖い怖い。寿司郎が騙した。私を騙した。騙してねえわ。うん、食ったべさ。食ったべか。うん、あ、食ったな。まあ父ちゃん払っといたで帰ろう。ありがとうございます。はい、今日はね、こいつ RX100M7 とこれね、あとはね、こっちのね GH5、 この二つ、GH5 だと、まあ今からやろうとしてる作業はここですね。ここにマイクが二つあって、でね、 RX100M7 だとここと、ここにね、マイクがあるんですが、ここにね、ちょっと数足りてないんだけど、このね、ラベリアマイクのスポンジ、モフモフ。モフモフっていうかスポンジだね。これのね、ドリキンさんに聞いたら、ここをこういう風に切って、この上の部分を、ここにカポッとはめると。こことかね。なんだけど、今ずっと探してたんだけど、テープがないんだよね。で、買おうと思ったんだけど、何買っていいかわかんないので、もし皆さん良ければ、ここのね、貼れるテープ、おすすめあったら、教えてほしいなぁと思ってる次第でございます。そうすればね、もうこいつ、もうドリキンさんもね、言ってたんだけど、この、純正の内蔵マイク、がかなり性能いいということなので、これね、もう取っちゃって、ここも、ね、もう充電するだけ、みたいなね。そんなこともいいなと思ってるので、おすすめ。おかちゃんとか知らないかな。ね。これ貼っていきたいので、カエル風貌、どうしても、ね、お手軽装備でやっていきたいので、教えていただけるとありがたいと思います。もしね、Amazon リンクとかでね、アフィリエイト貼っていただければ、そっからね、良さげだったら交流しますので、ぜひ、教えてください。まあ、あんまり身入りにはならないかもしれないですけどね。まあ、そんなわけで今日はこんな感じで、本当はね、レンゲジ行きたかったんだよなぁ。ちょっとお仕事入っちゃってね。行く予定だったんだけど、なかなかそうも行かなくなってしまったので、久しぶりにね、お疲れさんにも会えるかなとも思ったし、今撮ってるね、この10-25のねレンズもね、どうやしたかったんですけど、まあ残念でございました。まあね、それにしても、まあさっきディスコードでも喋ってましたけど、10月はね、ちょっと予定が入ってていけないんですが、11月にね、またふもどっぱらの方で、キャンプを、開催されるということで、そこでね、また皆さんとお会いできる機会ができて、でね、そっちにも、家族でもね、参加したいと思ってますので、11月はでも寒いかなぁ。まあそこはなんとか我慢してやっていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。